located. Nice, I think. Hey Mario, we fixed that issue. No more a spotty connection. I just had to reset the network settings. Let me tell GM because he was wondering what's going on. You see, there's no more lag like yesterday. We don't have that. こうやって歩いてみると、シェンファーの家は随分村から離れてるんだな。ああ、そうね。何か理由が？石切り場。石切り場？そう。あそこは特別な場所。私も入ってはいけない。そうか。特別な石切り場を守るためにあそこに家が。きっとそうだと思う。父は何も教えてはくれなかったけど。そうか。あの石切り場の竜と鳳凰は一体何のために？わからない。でもあれはシェンファのお父さんが掘ったものなんだろう。うん、きっとそう。でも父一人じゃないと思う。一人じゃない？どういうことだ？多分何代も前から続いてきた仕事。何代も？じゃあシェンファのおじいさんとかも？うん、そのもっと前も。シェンファは昔の話を聞いたことがあるのか？ううん、何も。私が大人になったら話すと父は言っていたけど。じゃああの石切り場が昔からあるのをどうして知っていたんだ？この村の人はみんなそうだから。みんな？うん、石堀氏は何代も前から石堀氏。漁師もそう。畑を耕す人も牛を育てる人もどれも何代も前からずっと続いている。そうなのか。それがこの村の暮らし。So the internet spotty connection issue is fixed. By resetting the connection. See, there is no more spotty connection. It was so annoying, but now it's fine. I spent all day working on it to see what may be the issue. GM is gonna like it. Also, Twitch plays Shenmue. Let me tell them.
want if we have to stream Yakuza today. What do you think, Mario? Yeah, the game has really nice graphics. Senfa を見失いそうだ。急ごう。Because you know, we used to do Yakuza on this day every week. According to the schedule, we should be doing Yakuza right now. So I am wondering, should I boot up Yakuza? Test it a little bit then switch to Yakuza? What do you think? Or should we finish Hitman 2?シェンファを見失いそうだ。急ごう。Because it's free, you know. That's the only reason I wanna finish. Like a free trial, free for 1 month. シェンファを追うか。Long as don't devote to which are fighter.ここは道場か。そう、ここは武功館といって、この村に古くからある道場。武功館。昔はここへ入門するために、遠くからいろんな流派の剣法家が集まってきた。でも今は訪れる人もいない。そうなのか。リョウ、時間があったらここで練習するといい。俺もいいのか。うん、今は剣法を志す人すべてに門戸が開かれている。新たな修行者かの。え、日本人か。はい。ここは武功館。何百年もの間、多くの剣法家が修行を積んできた古の道場じゃ。何百年も。もし進む道を迷った時には、ここで修行を積み技を磨くがよかろう。ここで修行ができるんですか。うん、修行ばかりではない。修行の成果を試合で試すこともできる。やります。試合か、よかろう。ではまずベニトラが相手じゃ。ここでは最下級の武装じゃが、侮れんぞ。せい、甘いぞ。はい、うん、はい、なんの、うん、せい、はい、はっしっかりさせるな、うん、うん、甘いぞ。ナイスモーブ。どうじゃ、武功館に入門するか。はい、お願いします。うん、お主の名は。葉月亮です。ではその名の札を用意しよう。まずは最も下の段位からじゃ。段位。うん、上位の者と試合を行って勝てばその段位に昇格するのじゃ。訓風を積み、日々怠ることなく修行に励みなさい。
花橋を渡った先に店があったな。ああ、東王子さんの店。東王子さん。そう、みんなに必要なものを何でも売っている店。そうか。りょう、食べ物は持ってる？食べ物？そう、お腹が減ると走れなくなる。そうか、そうだな。だから食べ物は前もって用意しておいた方がいい。村へ行けばお店で売ってるから。ああ、わかった。この草。これは。これは肝臓という生薬。漢方薬の材料になる。生薬。これが薬になるのか。八花村には肝臓以外にもいろいろな生薬が生えているの。それはどこにあるんだ。どこにでもあるけど。見つけるのはちょっと難しい。そうなのか。でも東王子さんの店に地図があるはず。地図があるのか。漢方薬になる組み合わせの生薬を揃えると東王子さんの店で買い取ってもらえる。そうか、覚えておくよ。She was perfect for Rio. Try. Not gonna let you go. Not gonna let you go. Not gonna let you go. Not going to let you go, lady.We have to talk. All right. She's looking at us. 村の広場の少し先に高い塔があった。あれは？あれは村の鐘楼。鐘楼？山火事が起きたり、危険が村に近づいた時に鐘を鳴らして知らせる。それであんなに高いのか。うん。村のどこからでも見えるから、道に迷った時の目印になる。そうか、鐘楼を目指せばどこからでも広場に戻れるってことか。うん、わかった、覚えておくよ。
まずはこの近くを調べよう。Let me boot up Yakuza and I'll be back. I'm not gonna stop streaming. I'll just maybe start Yakuza in 20 minutes. I'm just gonna warm it up. Let me switch to maybe some other game, you know, while we're getting ready for Yakuza. So this was the Shenmue 3 of GeForce Now testing. Thank you for watching. Don't go anywhere. Just gonna come back in 30 seconds. You can refresh.